より高いレベルでの活躍を目指し、海外でプレーする日本代表の中には、実は既婚者だったという選手が結構多いことはご存知でしょうか。サッカー人生を良好に保つため、コンディション維持は欠かせません。そしてそこには奥様のサポートがあります。海外に挑戦する選手たちの婚期が早まるのは当然と言えるのかもしれませんね。今回はあの選手も結婚していた？カタールワールドカップ日本代表メンバー意外な既婚者7選手を紹介します。プレミアリーグブライトンに所属する25歳の三笘薫。技術と緩急を組み合わせた突破でディフェンダーを一瞬にして抜き去る攻撃的ミッドフィルダーで、日本が誇るドリブラーです。ブライトンでは監督、チームメイトから評価され、イギリス公共放送 BBC の国民的サッカー番組では特集が組まれるなど、称賛の嵐は止まりません。そんな三笘ですが、2022年6月キリンチャレンジカップパラグアイ戦での左手薬指にキスをするゴールパフォーマンスが話題に。それはレアルマドリードのラウル・ゴンサレスが入らせた愛する人に送るゴールパフォーマンス。その1ヶ月後の2022年7月24歳の時に筑波大学時代の同級生剣持クリアと結婚発表。6月の時点ですでに結婚することが決まっていたのですね。また奥様が三段跳びの現役プロ陸上選手ということに驚いた方も多いでしょう。女性人気の高い三笘の行為に、三笘彼女で検索する女子が急増。ネットがざわつきます。さらにワールドカップ開幕初日で18万9千人だったインスタグラムのフォロワーが、三笘の1ミリが話題になるとさらに急増。その勢いは凄まじく、現在100万人に達し、その人気ぶりがうかがえます。ネット上では、大学の同級生と結婚ってなんか好感度上がるから不思議、奥さんもアスリートだと体調管理は万全ですね、など好意的なコメントで溢れています。奥様は結婚後も現役を続行。ちなみに奥様はよくハーフと勘違いされるそうですが、生粋の日本人で、何でもクリアしていけるようにという願いから名付けられたようです。現在は海外と日本でお互い活動の場が異なりますが、2人で支え合って立ちはだかる困難をクリアしていってほしいですね。ブンデスリーガシュツットガルトに所属する23歳の伊藤洋輝。ワールドカップではバックパスマシーンなどと称され、あまり活躍する姿を見せることはできませんでしたが、クラブチームではこれまでシーズンを通してコンスタントに安定したプレーを提供してきました。世界的に需要の高い長身で技術のある左利きディフェンダーです。香川真司をドルトムントに移籍させたスベン・ミスリンタートに見出され、2021年にジュビロ磐田からレンタル移籍。翌年にはチームに結果をもたらすプレーで完全移籍を勝ち取りました。そんな伊藤ですが、一般人の女性と2021年6月22歳の時に結婚しています。ちょうど完全移籍が決まったタイミングでの結婚報告は、一緒にドイツへ行くため男としてけじめをつけたのではないでしょうか。また伊藤を支えるためドイツ行きを決断した奥様は、前向きでバイタリティあふれる方なのでしょう。残念ながら一般人ということで、奥様の画像や情報は非公表。奥様との仲睦まじい様子はディズニーランドパリに行った際の SNS 投稿で垣間見ることができます。ネット上では奥様の覚悟に対してコメントが、献身的で肝が据わっていないとドイツまでついてこれないな、奥さんも強心臓の持ち主に違いないという納得感。奥様の決断を評価する声が多く見られます。移籍後すぐにチームでレギュラーを獲得できたのは、奥様のサポートがあったことも一つの要因と言えるでしょう。現在はセリエ A ローマも興味を示している選手の一人。新たな活躍の場を求めステップアップしていく伊藤の姿を見てみたいですね。伊藤に関しては過去に女性問題などがリークされているので、身をしっかりと固めてドイツまでついてきてくれた奥様を大事にしてほしいです。ポルトガル一部スポルティングに所属する27歳の森田秀政。相手のボールを奪う守備力や攻撃の起点となる正確なパス、チーム全体にいいリズムを生み出せる守備的ミッドフィルダーです。ビルドアップからの精度の高いフィード、こぼれ球への反応など瞬時の判断力にも定評があり、セリエ A ラツィオも関心を寄せています。そんな森田ですが、2020年1月24歳の時にモデルの藤坂玲奈と結婚しています。出会ったのは2018年、川崎フロンターレ時代の先輩が開いた食事会がきっかけだったようです。2021年のサンタクララ移籍の際は奥様も同行。ポルトガルの僻地にある離島で、言葉も通じない、友人も知人もいない、インフラも過酷な環境での生活を共にします。ネット上では奥様に対するコメントが、やっぱりいい人なんだよな、こういう人と出会えると幸せだと思う、より体格が精悍になったのも奥さんの手料理によるものか。森田の成長を支える姿勢を評価する声が多く見られます。2022年2月に長女が誕生。そこから半年後にはポルトガル三大クラブの一つスポルティングへ移籍。首都リスボンに生活拠点を移したことで生活環境は充実したものになります。今後どこに移籍したとしても家族が一緒なら心配ないと語る奥様。孤独を感じ、
苦しい時期を過ごしたサンタクララでの経験はサッカー選手としてまた夫婦としてもたくましく一回り大きく成長させた出来事だったのではないでしょうか。今季もスポルティングでインパクトを残してくれるはずです。それにしても美人なモデルを奥様にできるなんてやっぱりサッカー選手はすごいですね。ブンデスリーガフランクフルトに所属する26歳の鎌田大地、巧みなドリブルと精度の高いパス、シュート、広い視野と抜群のポジショニングに優れた攻撃的ミッドフィルダーで現在市場価値の一番高い選手です。中盤での攻撃の組み立てを得意とし、ゴール、アシストでもチームに貢献。昨シーズンのヨーロッパリーグではバルセロナを破る快進撃を見せ優勝を手にしました。そんな鎌田ですが2017年5月一般人のアリサさんと結婚しています。若干20歳で結婚を決める大胆な決断力、当時からすでに大気の片鱗が見られますね。2017年、サガン鳥栖からドイツへ移籍する際の対談セレモニーに奥様が登場したことから画像と名前、年齢のみ公表。一般人ということで残念ながらその他の情報は非公表です。交際の時期も明らかではありませんが、鎌田と同い年ということから学生時代の同級生ではないかと言われています。京都のサッカー名門校東山高校は男子校なので、ガンバ大阪ジュニアユースに所属していた中学生時代からのお付き合いかもしれませんね。ドイツ移籍当初、心の支えになったのは奥様と語る鎌田。オンラインゲームのエーペックスを一緒にプレイするなど2人の仲は良好なようです。共通の趣味で奥様と一緒に過ごすプライベートな時間は心身ともにリフレッシュできるのかもしれませんね。ベルギーシントトロイデン在籍時の2018年には長男が誕生しています。毎日の子育てとコンディションを考えての料理作りを両立する奥様の負担を減らすため、新型ウイルスで外出できない期間はお菓子作りに挑戦するといったエピソードも。クールな印象の鎌田ですが、家族を大切にする良きパパの一面が垣間見れますね。ネット上では、奥さんもあなたの夢にかけています、一緒にドイツで頑張って、こんな素敵な奥さんがいたらまっすぐ家に帰って手料理食べたくなる、海外生活を応援するコメントが多く見られます。鎌田はフランクフルトの契約延長オファーを断り、今季での対談が濃厚。エバートン、リーズ、トッテナムのプレミアリーグ勢、ブンデスリーガの強豪ドルトムント、セリエ A の名門ミラン、ローマ、ポルトガルの U、ベンフィカ、さらにラリーガのバルセロナが獲得に名乗りを上げています。日本屈指の司令塔は家族と共にどこの地でプレーすることを選択するのでしょうか。今後の活躍から目が離せませんね。ポルトガル1部カザピアに所属する25歳の相馬勇紀、積極的な仕掛けから両サイドを打開しチャンスを演出するドリブラー。身長165センチと小柄ながら瞬発力と豊富な運動量を持ち味に、巧みなステップで相手を翻弄、マークをかわし裏への抜け出してゴールに迫る攻撃的フォワードです。2023年名古屋グランパスから海外挑戦を発表。移籍先はポルトガルリーグで84年ぶりに一部昇格を決めた歴史あるクラブカザピア。オーナーはセリエ A スペティアカルチョも所有していることから、相馬はセリエ A 入りも視野に入れての移籍かもしれませんね。そんな相馬ですが、2021年5月24歳の時にフリーアナウンサー森山瑠璃と結婚しています。森山の後輩が相馬と幼馴染だったのが出会いのきっかけだったようです。ドラミちゃんの愛称でファンから愛され、かつての恩師からピュアな性格と評される相馬、6歳年上の奥様もそんな可愛らしいところに惹かれて結婚を決めたのでしょう。2022年4月には長男が誕生。日本代表メンバー発表時には赤ちゃんがびっくりして泣いてしまうほどテンションが上がってしまう奥様、冷静さを求められるアナウンサーが嬉しさのあまり感情を爆発させてしまうエピソードは夫への愛の深さを感じますね。こんな美人の奥様に思われる相馬が羨ましい。ネット上では、グランパスでの活躍、オリンピック代表としての活躍は奥さんのサポートがめちゃくちゃ大きかったと思う、奥さんありがとう、可愛い相馬選手、奥さんとお子さんとで海外でも頑張って、海外での生活をスタートする2人を応援するコメントが。東京代表として国体を2度経験し、東京オリンピックにも出場、1人のサッカー選手として人間的に成長し続けた相馬、海外に活動拠点を移しさらに成長する姿を見せてくれるでしょう。また仕事を辞め相馬のサポートに専念する奥様のためにも、まずは期限付き移籍から完全移籍の切符を勝ち取ってほしい、そう願わずにはいられません。海外でも真骨頂であるスピードでサイドを切り裂いてほしいですね。スコットランド1部セルティックに所属する25歳の前田大然、 50m5 秒8のスピードと1試合に60回以上スプリントするスタミナ、スピードを生かしてディフェンダーの裏を取る動きと豊富な運動量でプレスをかけ続ける前線からの守備、圧倒的な走力、それがフォワード前田のスタイルです。2019年
松本山雅 FC からポルトガルマティモへ期限付き移籍しますが、新型ウイルスの影響もあり2021年に帰国します。 J リーグ横浜 F マリノスで再び才能が開花し、2022年には2回目の海外挑戦、移籍先のセルティックではリーグ優勝を成し遂げ、タイトル獲得に大きく貢献します。そんな前田ですが、2018年7月に一般人のさやさんと結婚します。前田なら結婚していそうと容姿に騙された方も多いかもしれませんが、まだ25歳の前田、結婚した時は21歳とかなり若いですね。チアリーディングで活動していた奥様は水戸ホーリーホックのダンスチームホーリーズにも所属していた過去が。2017年、前田は水戸ホーリーホックへ期限付き移籍をしており、この時期に奥様と知り合ったのではないでしょうか。ポスターを見て一目惚れした前田が突破力を生かし猛アタックをかけたようで、恋愛もサッカーも同じプレースタイルというエピソードにほっこりしますね。日本代表メンバー入りを聞いた際は嬉しくて前田に抱きついてしまう可愛らしい奥様。一方で前田のゴールパフォーマンスに飽きてダメ出しするシビアな一面も。この素直でさっぱりとした奥様の性格に前田も惹かれたのでしょう。仲のいい夫婦であることがわかりますね。ネットでも、奥さんのためにゴール量産頼むぞ、いい流れだな、奥さん嬉しいだろうな、新たな挑戦を応援するコメントが多く見られました。家族で挑むスコットランドでの2期目、新しいゴールパフォーマンスを奥様の前で早く見せてほしいですね。プレミアリーグサウサンプトンが関心を寄せているとの情報もあるので、もしかするとイングランドで走り回る前田の姿が見れるかもしれませんね。ベルギー一部セルクルブルッフェに所属する24歳の上田綺世、身長182センチの体格と50メートル5秒9のスピードを持つ日本期待のフォワードです。ディフェンダーのマークを外す動き出しの質、跳躍力を生かしたヘディングや豪快なシュートが持ち味。また前線で攻撃の起点を作るポストプレーや相手ディフェンダーを引きつけてスペースを作るおとりの動きも優れており、献身性も持ち合わせています。2022年鹿島アントラーズから海外移籍、同リーグのスポルティング、スイスバーゼル、ドイツシャルケ、フライブルクからも打診があったようですが、フランス AS モナコ傘下のセルクルブルッフェに決めます。上田のステップアップとしてスター軍団パリサンジェルマンと同じリーグワンでプレーすることも考えられますね。そんな上田ですが、2022年2月、24歳の時にモデルの由布夏樹さんと結婚します。奥様が数年前から SNS で上田との交際を匂わす発言をしていることから、数年のお付き合いを経て結婚したのでしょう。ダイエット検定1級アスリートフードマイスターの資格を持つ奥様は、近い将来ベルギーへの移住を決めています。 SNS には美味しそうな手料理がアップされているので、いいコンディションでのパフォーマンスが期待できそうですね。ベルギー移籍後は開幕から6試合目にして初得点、奥様が試合を観戦していたことから、奥さんパワー炸裂、嫁さん効果すごい、ベルギーに来た途端ゴール、奥様の内助の功を称えるコメントが。美人の奥様が観戦している試合で移籍後初ゴール、持ってますね上田。移籍して間もないので意思疎通がうまくいかず、なかなかパスが回ってこない上田。チームに慣れるまではプレーの質を高め、一つ一つ信頼を得ることが大切です。あとは奥様という幸運の女神も必要不可欠と言えますね。いかがだったでしょうか。モデルやタレントを奥様に持つサッカー選手は多い印象がありますが、昨今一般人や幼馴染との結婚も目立ってきていますね。そして選手たちの真面目な姿勢が印象的です。夜遊びをマスコミにキャッチされる姿もほとんどなくなりましたね。サッカー選手のライフスタイルが大きく変わったと言えるでしょう。カタールワールドカップベスト16の躍進は選手の姿勢にあるのかもしれませんね。皆さんはどの選手の奥様の印象が強かったでしょうか。感想やリクエストを募集していますので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた。